今日おとちゃまも見るから来いね。おはよう、ちゃんくん、ぽんちゃん。おはよう。ちゃんくんをきれいに露出を合わせると、ぽんちゃんは真っ黒けです。もっと明るくしてみようか。さあ、こうなるとジャン君は白く飛んでしまいます。なんて不都合な2人でしょうか。間取れるか難しい。あ、いい感じかも。はい、ジャン君。よいしょ。さあ、ちゅんくんちゅんくん。はい、ポンちゃんもおいで。はい、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、画面が隠れてるよ、ポンちゃん。はい。はい、膝に、あぐらの上に抱っこができています。ジャン君、結構落ち着いてくれてると思うよ。ジャン君、ジャン君はですね、今年で我が家に来て10年になるという、まあ節目の年なんですけれども、10年動画を撮っているということは、10年前の、まあファンの人たちっていう言い方していいのかな、ジャン君を好きになってくれた人たちは、まあ途中で忘れたとしても、まあジャン君のことをどんな生い立ちか知ってるわけですよね。今初めて知った人、または知らない人たちねえ、最近知らない人たち多いんじゃないかなと思ってですね、ジャン君について今更ですけれども、改めてちょっと紹介するとですね、ジャン君は、まあこれは定かじゃないですけれども、多分我が家に来る前に野良だった頃ですね、人間にかなりこっぴどくいじめられてたんじゃないかという予測が立ちます。なぜならば、ジャン君が、保護された後、ものすごい、怒りん坊でですね、人の顔を見るとシャーシャー怒って、パンチが出るという時期がすごく長かったです。そして、そういう子をあえて飼ってしまううちの、まあ体質というか性格上ですね、必死に耐えながらですね、今に至ります。どうですか。あ、そうだ、この辺に小さい昔のジャン君を出してみましょうかね。ジャン君こんなでしたよ。今日はおとちゃまも見るから来いね。はい、どうした。はい、どうでしょうか。ジャン君のことがお分かりになったでしょうか。今ではこんなにおとなしいいい子になりました。はい、そして黒猫ポンちゃんの方の説明をしますね。ポンちゃんはですね、
やはり、保護猫なんですけれども、ちょっと特殊な事情というかですね、基本的には人間を嫌ってるとかではないんですが、かなりやっぱり怖がってる状態でしたね。前に保護されたお家でですね、大型犬がいて、それとどうも折り合いが悪かったようで、我が家に来ることになったんですが、どうしてもこう心を開きにくい子でですね、人が触ることに関しては反撃などしないんですけれども、固まった状態になるんですよね。それを気持ちをほぐしたのがなんとジャン君でした。ジャン君のことをめちゃめちゃ好きになってですね、ジャン君ジャン君って追い回すような女の子です。これは今、6年を経過していますけれども、6年ではないか、何年、5年ぐらいかな、今でもジャン君のことを大好きなポンちゃんです。はい、あの頃のポンちゃん出してみます。この辺かな、この辺に、はい、出してみます。おしっこして。